イタズ裁判長並びに裁判官の皆さん、私たちのことを迷惑系 YouTuber だと思っていませんか？違います。この裁判は今まで国会も司法も真面目に考えてこなかった、選挙における表現の自由、政治活動の自由がどこまで認められるべきか、その国民の極めて重要な権利の範囲について初めて一本の線を引く裁判です。裁判官の皆さんには心して神聖なる裁判を、神聖なる判決を下していただきたい。我々が行った行為は極めて政治的に意味のある適法な行為であり、我々は当然無罪です。今回の提訴された事実に関して我々翼の党の政治的な質問や批判の行動によくやってくれた、もっとやれという声をたくさんもらっています。私は過去13年間地道に政治活動を行ってきて、それが今の翼の党になっています。私は2022年の参議院選挙では全国比例で 22,595 票の個人名での得票を得ています。参議院選挙に出てみればわかります。全国比例で個人名で2万票以上獲得、得票することは容易なことではありません。それだけの国民の負託を受けて翼の党は活動しています。裁判官の皆さん、私たちは迷惑系 YouTuber ではないですよ。イタズ裁判長並びに裁判官の皆さんは上級国民です。この国の権力者側にいる人間です。今普通の国民がどのくらい未来に不安や絶望を持っているか、本当の意味では分かっていらっしゃらないでしょう。ちゃんと働いたら幸せに暮らせると思えば、闇バイト、強盗とか他のものはやりませんよ。貧しくなり始めた日本において権力者たちの給与は変わりませんから、その分のしわ寄せで社会的に弱い人たち、特に若い世代の生活が壊れています。権力者たちは庶民の命を踏み潰しても気に留めない。お金がある者たちが選挙に勝ち、そのお金がある者たちが庶民の生活を踏み潰していく。じゃあ庶民はどうやって自分たちの生活を守ればよいのでしょうか。だから我々は選挙で今回のような権力者への批判や質問の行動をしたのです。それに権力者たちがパニックになった、嫌がった。だからマスコミと警察、検察をたきつけて逮捕騒動となったのです。翼の党は庶民が立ち上がる一つの方法を提示しました。同じことをやる国民が出てきてしまっては権力者は本当に困るのです。だから権力者に日々踏みにじられている苦しんでいる人々から、翼の党に対してよくやった、もっとやってくれという明確な応援の声があるのです。この我々の正当なる政治行動のどこが犯罪ですか。次に我々の行動がなぜ無罪なのか、この裁判の争点となる点を5つの論点として主張させていただきます。論点1、我々が今回行った行為は正当なる政治行動であり、他者への妨害行為ではありません。相手陣営を邪魔することが目的ではなく、質問をすることでその陣営があえて隠している嘘を有権者の皆さんに対し可視化することで、投票行動の材料を提供することが目的だったのです。論点2、我々の行為が有罪であるなら、なぜヤジなどは処罰されないのか。現在の公職選挙法には何が選挙妨害として犯罪になるのかの基準が何もありません。我々の行為は警察官の目の前で警察官に違法かどうか確認した上で行ったことです。それにもかかわらず後から逮捕されるケースが世の中にあるのでしょうか。あったら教えてほしいです。つまり警察官すら何が違法かわからないのです。今の公選法の規定が曖昧だからです。刑事罰は法律に明記され、非常に慎重に判断されなければなりません。論点3、選挙に出た陣営の拡声器の声同士がぶつかってはいけないという法律はどこにもありません。これは総務省にも、これまで明言してきたことです。総務省もね。なので陣営の拡声器の声がぶつかり合うことはこれまでの選挙でも日常的に起こってきたことですし、
あえて声をぶつけるということも無数に行われてきました。その状況と今回の我々の行為は何も違いません。論点4、先日の衆院選で自民党は裏金問題をやじられ、質問され、街頭演説を中断せざるを得なくなることがあり、SNS などで演説会を告知できなくなりました。街頭で国民に投票をお願いするのですから、街頭で国民から質問や批判を受けるのは当たり前です。この話と黒川たちの行動の何が違うのでしょうか。選挙演説に対するやじは合法であるとされます。これには判例もあります。北海道で故安倍晋三総理の演説に対してやじを飛ばした数人を強制排除した警察に対して不当であったとの判決が、なされています。論点5、選挙の業界では有名な芝木隊という団体があります。今もネット上に芝木隊が選挙で演説をする候補者をもみくちゃにする動画が多数存在します。芝木隊は暴力こそ振るっていませんが、我々などとは比にならないぐらい選挙の候補者の、演説が継続不可能なほどにヤジなどで介入していました。芝木隊の介入について各候補者は警察や検察に被害相談や、告訴を出したと公言していますが、警察や検察は起訴できないと門前払いにしてきました。今の公選法にはあまりにも何も書いておらず、我々を有罪にすることは容易ではないと、そこにいる検察ご自身がよくわかっているはずです。最後に2、3申し上げて終わりにいたします。今の政治において権力者対庶民の戦いという軸が鮮明になっています。これはバカな庶民がわがままに騒いでいるというわけではありません。数値で見て労働生産の付加価値の労働者への分配率が減り続け、資本家への分配が増えすぎています。人類は明らかに豊かになっているのに貧しい人が増えているのです。その理由は本人たちの努力が足りない、そういうことではなく、社会制度によってもたらされているのです。だから私はさっき庶民の命を踏み潰しても気にも留めない権力者に対して、その不当性を訴えるために庶民が立ち上がる武器が必要だと述べたのです。今回我々がやった行為はその武器の一つになり得るものです。そして選挙における投票行動を変える大きな要素になり得る。武器というのはもちろん比喩です。あくまでも平和な言論による表現であり、これこそ憲法21条で保障されている国民に与えられた表現の自由、政治行動の自由です。権力者が嫌がることだから庶民の武器なのです。憲法は権力者の暴走を縛り、国民の人権と自由を守るためのものです。権力者たちの差し金で権力者を批判した黒川らを逮捕起訴し有罪にすることは絶対にあってはならないことです。いたず裁判長並びに裁判官の皆さん、なんで政治が変わらないと思いますか。答えは簡単です。お金がある奴らしか国政選挙で勝てないからです。つまり権力者が当選者を出すので、また庶民からの搾取が始まるだけです。例えば立憲民主党は労働組合の応援がなければ選挙ができません。しかも公務員の労働組合である自治労の力はものすごく強い。だから立憲民主党は税金を下げろと言えないのです。公務員の給与は税金で賄われているからです。自民党の企業献金を大批判する立憲民主党は別の形で組織票に依存しているのです。二大政党制というのは、庶民の敵 A チームと庶民の敵 B チームのどちらかに投票してください、権力者の安泰は変わりませんから、という仕組みです。このようなことを我々は立憲民主党やその候補者に対して質問しました。そうしたら彼らは何の反論もせず逃げ回りました。そのようなやり取りを見た国民から、既存政党の真実を知ることができた、ありがとうという声を選挙中もたくさんもらいました。我々の今回の行動の目的は、選挙で有権者の皆さんにこのようなことを伝えるためです。
政治が変わるには既存の組織に依存しない政治的表現ができる人々が増えていかなければなりません。だから自由が大事なんです。どうでしょう、私たちは迷惑系 YouTuber でしょうか。再生数や目先のお金のために今回の行動をやったと思いますか。ジャズ裁判長並びに裁判官の皆さん、ちゃんと私と話したら私のことを好きになりますよ。裁判官の皆さんはマスメディアの偏向報道を見てしまっています。黒川たちが悪いというマスメディアの世論誘導の洗脳にもうすでに乗せられてしまっています。フェアな判決を下そうと思えば黒川らと三日三晩ぐらい一緒に過ごしましょうよ。それできますか。できないならば公正な判決なんてどうやって下せるんですか。裁判官の皆様方も権力者の宣伝装置であるマスメディアの洗脳にご自身が思っている以上にまんまとやられています。しかもあなた方自身が権力者だ。だから袴田事件のような事件が起こるんです。警察、検察、裁判所、マスメディア、あなた方は変な全能感を持ってしまっていて心におごりがある。今日の私の言葉を見聞きしてくれた全ての皆さん、皆さんの目の前で行われている社会の不条理をきっと保身のために見て見ぬふりをしてきたと思います。そうしている限りその不条理の刃は皆さんの子供や孫に将来容赦なく降り注ぎます。だから難しいことですが、今あなたたちも戦ってください。大人たちができる最大の教育は正義のために生きる、その背中を見せることです。大人が腐っているから子供たちも腐った大人になっていくのです。その負の連鎖を止められるのは自分の心を変えることです。いたず裁判長並びに裁判官の皆さん、この裁判が自分たちのメンツや保身のためではなく正義のために行われることを私は心から望みます。検察、そこに座っている袴田事件で証拠を捏造して無実の人を48年間も投獄した検察、お前らは今回の黒川らのような行動、つまり選挙での凸を検察に相談してきた人たちに対してこれまでは起訴できないと門前払いしてきた。今回権力者から言われたらどのような手段を使ってでも有罪にしようとする。袴田事件の時もそうだ。法の正義ではなく自分たちの保身とメンツのためにのみ生きている。恥を知れ。私たち翼の党は嘘と偽善にまみれた既存政党による政治を変えるために自分たちの善意に基づき汚いお金をもらうことなく活動してきた政治団体です。我々の行為は相手陣営を邪魔することが目的ではなく、質問することでその陣営があえて隠している嘘を有権者の皆さんに対し可視化することで投票行動の材料を提供することが目的なんです。我々の行為が有罪であるならなぜヤジなどは処罰されないんですか。現在の公職選挙法には何が選挙妨害として犯罪になるのか基準が何もありません。よって憲法21条で保障される表現の自由、政治活動の自由に基づき、我々は無罪です。